愛知県広プラザ、東浦町は愛知県の南部に位置し、北郡に属する町。中日本で最も人口の多い町であり、同県の高浜市、岩倉市、新城市、八富市よりも人口が多い。北半島の付け根に位置し、尾張地方に含まれる。ベッドタウンの性格を持ち、名古屋市に近いことから1970年頃から宅地開発が進んだ。現在は、 ファミリーサポート事業など福祉行政にも力を入れている。北半島東部に位置し、町の西部は緩やかな丘陵地帯であるが、東部は絹浦湾に面しており、田園地帯も広がる。町域は東西6 2トル南北7 7トル外周は2 8 0 4トルで三角形に近い形状である。役場は、 東計136度58分、北緯34度58分に位置する。合戦2018年4月時点の推計人口によると、全国の町の中では、広島県秋季郡府中町、福岡県筑市郡中川町に次いで3番目に人口が多い。ただし、中川町は10月1日に市政を施行したため、現在は2位となっている。 各年10月1日現在2000年10月1日、現在2010年国勢調査での水増しが発覚し、2010年度は5万88人から、下方修正した4万9800人を、確定値としている。東浦町内には、縄文時代早期の貝塚遺跡、入海貝塚があり、約7000年前から人が暮らしていたと考えられる。戦国時代には、 徳川家康の母方の家計にあたる水野市の居城があり、江戸時代には町域すべてが終わり藩の領地であった。1970年代以降は住宅団地の開発が進み、人口が増加した。東浦町職員定数条例によると、2008年4月1日現在、町長の事務部局の職員定数は304人。また、 水道事業の事務部局の職員は12人、議会の事務部局の職員は4人、選挙管理委員会の事務部局の職員は5人となっている。2008年度から収入役に変えて会計管理者を設置した。また、コミュニティ化、市政準備室、公園緑地下を新設した。2008年4月1日現在の行政機構は以下の通り、 2007年1月1日現在の地目別面積は以下の通り、町域すべてが都市計画区域である。うち市外科区域は719ヘクタールで、行政区域全体の23.1%、残り76.9%を市外化調整区域が占めている。詳細は以下の通り、市政施行断念後の2012年2月、人口水増し疑惑が発覚。 2010年12月には、不正を告発する匿名の文書が総務省統計局に届いていた。東浦町は、市政施行の要件の一つである、人口5万人の突破を目前に控え市政施行を準備していた。平成22年国勢調査人口速報値は5万82人で、あったが、総務省統計局が再調査した後の確定値は4万9800人と5万人に、 足らなかったため、見送りとなった。また、同省の現地調査により、居住実態のない国勢調査票が303人分、見つかり、この国勢調査で人口の水増しが行われた、可能性があることが指摘された。居住実態のない国勢調査票について、町側は当初、平成22年国勢調査から、国勢調査仮集計の際に調査票に、記入漏れがあった場合は、 自治体の担当職員が住民基本台帳などを参照し調査票に過失できるとする補機制度が設けられたことを受けて町職員が居住実態を確認することを怠ったまま住民票に基づいて調査票に居住者を書き加えた事務的失態であったと説明していた。これに基づき調査監督責任者である幹部職員を含む町職員4名に対し言及。 開国などの処分を行い、神谷昭彦町長が新制度に関する認識不足、勉強不足によるものであるとして謝罪した。一方愛知県警は、組織ぐるみで人口を水増しする違法行為が行われたと判断し、強制捜査に踏み切った。2013年2月、町長の釈明とは異なり町が濃いかつ組織的に人口を水増しした疑いが強まり、 統計法違反の容疑で前副町長を逮捕した。また前副町長の指示に基づき調査票を偽造した容疑で町幹部や町職員らも共犯として任意捜査を受けた。なお前副町長はすでに町を退職していたため、問題発覚当初に町が下した減給、開国などの処分対象者には含まれていなかった。検察によると前副町長は、 国勢調査仮集計の際に人口が市に昇格する条件の5万人を下回るとの報告を受け、部下の職員らと共謀し、国勢調査の調査票に居住自態がない住民を追加記入するなどして303人分を水増し、人口を5万82人にしたという。その後、神谷町長は組織的な違法行為があった可能性が高いことを認め、 捜査当局と協議しつつ、再調査や、関係職員の処分を行う予定と発表した。2013年3月、名古屋地方検察庁は、統計法違反の罪により、名古屋地方裁判所に全副庁長を起訴、不正への関与を認めたとされる、長幹部、長職員5名を書類送検した。同年7月、町幹部、長職員5名については、違法行為は、 全副町長の職務命令によるものであったとして不起訴処分となった。一方全副町長は部下による不正な水増しがあったことは認めるが私は指示していないと起訴事実を否認。弁護人も職員の供述は不自然で信用できないと無罪を主張した。検察側は国政調査への信頼を損なわせ悪質。部からに責任を転嫁しようとするなど、 反省の態度も見られないと指摘。同年9月、全副町長に対し懲役4月を求刑した。2013年10月、地裁は、検察側の主張を認め、全副町長が水増しの指示役だったと認定。公的統計への信頼を損なわせ、町行政に対する不信感も醸成したとする一方、長年、町行政の円滑運営に取り組んできた上場を、釈量し、 前副町長に懲役4月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。有罪判決を受け前副町長は、水増しの指示はしていないと繰り返す一方、調整を混乱させ関係者に迷惑をかけた。副町長として、結果責任を取るとして、構想断念。判決が確定した。その後、平成27年国勢調査の速報値においても、 人口は49,238人と5万人を下回ったため姿勢以降は再び見送りとなった。中央公民館東浦町中央図書館、海外2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 国内名古屋市のベッドタウン的な位置にありつつも近年ソニーモバイルディスプレイなどの製造メーカーの大規模工場建設やイオンモールなどの商業施設の増加などで活気がついてきている小川駅周辺は再開発され立体駐車場や鉄道の高架下に道路を通すことなどにより利便性が高まってきているイオンモール東浦愛知県立東浦高等学校東浦町の 中学生は、尾張地方の県立及び、名古屋市立の普通科高校のほか、調整特例として、仮谷市、高浜市、知竜市の普通科高校への進学が可能。東海旅客鉄道竹と予選が、町の東部を南北に貫いており、国道366号がこれに並行して、通っている。調整部には、下半島道路の東浦地帯インターチェンジが位置する。 小川駅東海道本線の一部が、町域北東端を、また名鉄高和線の一部が、町域西端を通っているが、東浦町内に駅はない。また、木の浦臨海鉄道壁南線が、東浦駅より、貨物輸送を行っている。入り海、貝塚小川条件根院、お台公園、お台祭り。ありがとうございます。